ギルドには入らない主義だったよね。一匹狼がアサシンの生き様だ。僕たちもどこにも所属してないんだ。でも今は一人でいるより協力し合った方が何かと便利だと思う。シロエ殿はそれで良いのか。暁さんなら大歓迎だよ。そうか。では忍びとしてシロエ殿を主君と仰ぐことにしよう。忍び？主君？アサシンじゃなかったっけ。絶体絶命の男性化の危機から救ってくれた恩があるからにはそれ相応の働きで返さなければならないだろう。これぞ法恩というものだ。私はこれから主君の忍びとして身の回りを守ろうと思う。あ、それはどうも。ついてないよね。かわいそうに。ああ、今日一日で高度1万メートルからスカイダイブの上、炎天下歩き歩き大会だ。確かについてない。何の話？別に、いいのか勝負で。私はいいわよ。特別もう一度だけ交換させてあげてもいいけど。遠慮しとく。そう？それじゃあ、悪いわね、ボーイ！フルハウスよ！あ、そうだな、確かに悪い。目線を上げたまま。もっと早いかと思ったのに、そうでもないな。もう7枚さ。結構すんなり勝てるかも。でもなんだろう、この神経質なくらいの確認、正確さの追求。あ、見てるのは若宮忍か。無理だって。俺だって去年24枚差で負けたけど、あんただって20枚差負けだったじゃん。トラウマになるような強さだったろ。遠すぎる。繋がれ、この1ミリ。It off until your health's back up. You got it.